西口駅舎改札口ホーム、島本駅は大阪府三島郡島本町桜井一丁目にある西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は JRA37、JR 京都線の愛称区間に含まれている。高槻駅西明石駅間で快速になる列車を含む普通電車のみが停車する。東口駅前には有料の駐輪場が設けられている。 また、西口は、現在のところ一般の自動車が、通行可能な道路が整備されておらず、当面は自転車、歩行者専用道路のみ利用できる。隣の高津駅との駅間は5 3トルあり、JR 京都線内で最長となっている。また、当駅付近の一帯は、鉄道写真の有名撮影地としても知られているため、多くの鉄道ファンが集まる。 JR 京都線内唯一の業務委託駅である。山崎駅と高槻駅との間は1876年の東区間の路線開業以来 7.5km もの駅間距離で新駅構想があった。島本町内では国鉄時代から新駅設置に向けた動きがあったが財政上の問題などから見送られてきた。しかし1997年に JR 西日本から道庁に対して、新駅設置の希望の有無について打診されたことを受けて、町内で設置についての本格的な検討が始まる。道庁の1999年度の都市、計画マスタープランでは、新駅設置予定地を、合宿施設である大阪府立青年の家付近としていたが、同施設が2001年3月に閉鎖されたことで、 新駅東側及び駅前広場用地の取得に関する問題が解決に向けて大きく前進したため一気に計画が進展することとなった。駅設置計画当初は2007年3月18日の開業を目指していたが建設計画が変更されたため開業は2008年3月15日に延期となった。また開業式典には橋本徹大阪府知事が テープカットに参加した。駅名募集で、桜井の駅駅も候補に挙げられたが、桜井駅が複数あるために却下された。ホームの設置は、下り方面の線路を移設することでスペースを捻出して行われた。用地買収が難航していた、駅西側の一部の土地は、駅開業後も所有者が買収に応じなかったため、工事を着工することができなかったことから、 西口からの歩道は一部通行止めとなっていた。このような状態がしばらく続いたが、用地買収が完了し、工事が再開され、2009年3月23日に通行止めとなっていた歩道が完成し、新駅設置事業のすべてが完了した。島式ホーム一面二線を持つ地上駅で、京城駅舎を有する。当駅の前後区間は複々線だが、 内側線を走行する列車のみが停車可能。また、分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。この区間は、小高い築堤場にあるため、当初は駅舎を地下に設置する、いわゆる半地下形式で建設される計画であったが、当駅は、西岸駅で、島本町が事業費の大半を負担しなければならず、厳しい財政状況もあって、建設費用を抑えられる。 京城駅に変更された経緯がある。このため、開業が約1年遅れることとなった。JR 西日本交通サービスによる業務委託駅であり、高槻駅が地区駅を介さずに直轄で管理している。愛子か利用可能駅であり、愛子かの相互利用対象 IC カードも利用可能。地元の要望を受け、駅開業時から接近メロディが導入されている。曲は、 下本町内にサントリー山崎上流所があることにちなみ、サントリーオールドの CM ソング、人間みな兄弟、夜が来るが採用されている。2015年3月11日まで、列車の入線時の放送では、電子ベルの使用が主流となっていた JR 京都線内の中間駅では、唯一の接近メロディ導入となっていたが、現在は JR 京都線内では、 島本駅と大阪駅のみが JR 京都線標準の接近メロディが使用されていない駅となった。日中時間帯は普通列車が1時間に4本停車する。朝夕は本数が多くなる。なお、平日朝ラッシュ時の大阪、京都方面には高槻駅からまで快速となる列車は設定されていない。大阪府東京年間と島本町東京所によると、 2019年度の1日平均乗車人員は7036人である。開業後の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。JR 島本停留所があり、阪急バスが乗り入れている。注車区出店。ありがとうございます。